stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. はい、皆さんこんにちは。オーストラリアメルボルンに移籍してきて2年目の佐藤和真です。今日はですね、メルボルンで初めて僕がチームを移籍して、選手生活13年目で初めてステップアップを果たしました。そしてそのチームに合流して4日練習したんですけど、今日がなんといきなり初めての試合で、そして首位との試合になります。金曜日の夜なんですけど、その試合をお届けしたいんですけども、まずはこちらですね。So can I get a spoon? Yes. For curry, do you have? There may just be some color. Ah, there. Ah, thank you very much. Yeah, thank you.カレー到着しました。ナスとジャガイモと人参、オーガニックのお野菜が入ったカレーになってます。いただきます。うん、優しい。オーガニックなんで、そんなにトゥーマッチなスパイスとか言ったら、なんかもうルー大芝みたいになってると思うんですけど、なっちゃうんすよ、こっちにいてたら。ちょっと英単語が入っちゃってもうじゃあ僕も英語脳になってるってことでいいですか。カレーはそんなに辛すぎず、オーガニックで優しいです。めっちゃ美味しい。これで確か13ドル、1300円ぐらいですね。これはこっちで言ったら激安です。こっちでお昼食べようと思ったら、だいたいお弁当20ドルから2000円からですね。お弁当でお昼でこれぐらいの値段で食べれるのはもう激安です。子供たちが喜びそうなアイス見つけました。これ絶対喜ぶわ。これとか見ても、これは冷凍のあれかな、ブルーベリーとかストロベリー。23ドル2300円やけど、こっちではこの量やったら安いんじゃないかなと思ってます。そして僕の大好きチーズコーナー、チーズ。ブルーチーズとか結構臭みのあるチーズが好きですね、僕は。Excuse me, is that a vegan dressing? Yeah, it's all vegan. All vegan? All vegan in this fridge. Ah, yeah. A vegan cheese. Yeah. ブロッコリーも普通のスーパーに比べて3倍ぐらいしますけども、めっちゃ美味しそうじゃん。この野菜の数々。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。こっちがビーガンじゃない方のチーズでした。どれだブルーチーズは。そしてですね、オーストラリアに来て苦労してることがあって、お魚がめちゃくちゃ高い。2パックで2200円なんで、お肉より高いです。 Thank you. こっち行きます。こっち来てください。出てきました、ラベル。1500円。チョコレート1500円、10個で1500円ってどないなってんね、この国は。でもせっかくなんで、オーガニックショップ来たから食べてみよーす。ケイとアイも喜ぶぞ。エコストアです。エコストア皆さん知ってますか。ニュージーランド発祥やったと思うんですけど、ランドリーとか手洗い石鹸とか、地球にも優しいんかな。これは日本でも手に入ります、ネットとかで。おすすめです。Good, how are you? Would you like to buy a bag? Yes, please. Yeah. $54.25. Thank you. Thank you. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious, idiots.今試合会場に向かっているところなんですけれども、ちょっとシティの方に近づいてきたので、その様子を撮りたいと思います。ここガソリンスタンドですね。ガソリンを入れてました。で、あちらがシティになります。
ちょっとビルの方が見えるかな。あっちがシティですね。だいたいガソリンスタンドの横にはこんな感じでコンビニじゃないですけど、ここでまあバナナとかレッドブルとか買ったりすることができます。ということで、あと30分ぐらいドライブしなきゃいけないんですけど、今はもう1時間ぐらいですかね、ドライブしました。あと30分かけて行きたいと思います。めっちゃ綺麗よシティ。今日はですね、1時間半ぐらいですかね、かけて敵地サンシャインノースみたいなところに来ました。初めてのクラブで今日は左サイドバックでプレーして、 YouTube でもしかしたら日本から応援してくださった皆さんありがとうございます。後半バテバテなところを見ていただけたでしょうか。足つってました。結果はですね、そこにある通り1対1で、前半も超向かい風の中全然ボール回らなかったんですけど、僕ら一応ポゼッションを主体としたヌナワディングというチームなんで、めっちゃトライしましたけど、めちゃくちゃ難しかったです。もう押し込まれまくりました。で、逆に後半は僕らが大会1でプレーする回数が多かったんじゃないかなと。対戦相手の西上隼人選手は、オーストラリアどうですかっていうのを X ですね、 Twitter の DM でもらって、そこからコミュニケーション取ってメルボルンサッカーエージェントにつないで、でそこからこちらに来てめちゃくちゃ楽しんでもらってみたいなので、今度良かったですけど、今日は対戦相手にいてめちゃくちゃややこしかったです。メルボルンでどんな風にサッカーしてるってわからない人も多いと思うんですけど、 JFL とか地域リーグから来てこっちで活躍してる選手もいるので、 JFL 地域リーグよりもたくさんお金をもらってる選手もいっぱいいるので、なかなかね大変やと思うんですよ。わかるんですけど、一日仕事して休みもなくて360日ほぼ働いてるみたいな方も多いと思うんですけど、こっちではみんな時間にゆとりもあって生活の幸福度っていうのは高いと思うので、まあそれぞれね自分らの目指すものがあると思うので、なんか今日本でモヤモヤしてる人はぜひこういう選択肢もあって、また違った評価基準で楽しめるっていうのをこの動画通じてお届けできたらなと思います。でこの後はですね、向こうのクラブがご飯をご馳走してくれるので、どこの国か分かりませんけども、ちょっとご飯をいただく様子をお届けしたいと思います。疲れた、90分もう大変かったら、ということでご飯食べてきます。Yes, exactly. Can I have a chapati? He's translator. I can't speak any English. One chapati roll. No, it's not. It's no good. Tomato, coleslaw. That's coleslaw. That's coleslaw. That's and I love cheese.
very good English. Yes, exactly. Brian is my English teacher. Chevapi or chicken? Which one is better? Chevapi. Chevapi, please. Yeah. No sunshine English is what country is crab? Albania. Albania. You want sauce? Yes, please. What sauce is your recommendation? Tomato sauce. Tomato sauce. Yes. You want tomato sauce? Yeah. Tomato sauce. Thank you for your help. You finally. Mustard? You like mustard? Yes, please. Of you course. Like konnichiwa. Konnichiwa. Yeah. Thank you. Thank you for your help. Cheers. Cheers. Yasure. Yasure. Ah, that's all right. What are you talking about? Who is the good one? What's the good one? Sexy can. Happy birthday. Hey! Number one, dump. Happy birthday, Marcelo. Marcelo.僕のお粗末な英語を聞いていただきましたでしょうか。あんな感じで助けてもらうことでいっぱいコミュニケーション取って、僕の英語力っていうのはこの1年間向上してきたかなと思います。まずはオーストラリアに来て挑戦してみたい方は、一応僕メルボルンサッカーエージェントっていうエージェントのアンバサダーもしてますので、ぜひ DM ください。僕の方から代理人につないだ。おい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 宣伝みたいなことしてる場合じゃないよね。この後1時間かけて帰ります。今11時半、帰ったら12時半。明日は子供のサッカーの試合があるんで頑張っていきたいと思います。じゃあ皆さん、日本でも何かに挑戦してたり、ふつふつとした毎日を送ってる皆さん、こんな風に34歳がむしゃらにやってるおっさんもおるんで、何かのきっかけになれば嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。